どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL カードより JAL マイルが貯まるセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードがですね、初年度年会費無料キャンペーンを開始しましたので、本日こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、 JAL マイルのね最大還元率が 1.375% をね叩き出すセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードなんですけども、こちらはですね、初年度年会費無料ということで、今回紹介させていただいているのはセゾンアメックスプラチナビジネスカードということで、セゾンアメックスプラチナカードの中には個人カードとビジネスカードがあって、今回ね初年度年会費無料になっているのはビジネスカードということで、個人カードではありませんのでね、この点は注意してください。まあこちらね注意していただきたいんですけども、セゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードはですね、社会人の方であればですね、こちらで発行することができるビジネスカードっていう風になっておりますので、普通のね会社員の方が発行できないみたいな、まあそういったことはねありませんので、この点はねご安心いただければなと思います。こちらのクレジットカードね、2年前ぐらいですね、結構お祭り案件になった時は本当にね主婦の方とかもね発行することができたようなねクレジットカードっていう風になりますんで、審査もね結構緩い方なのではないのかなという風に思うんですよね。またねこちらのクレジットカードは JAL カードより JAL マイルが貯まりやすいクレジットカードということで、まあかなり有名なわけなんですけども、初年度年会費無料キャンペーンがですね、こちら前回ね2021年5月にね行われてたわけなんですけども、またね開始になったっていう風になりますんで、 JAL マイルのねメインカードを探されてた方、前回のねキャンペーンで発行しそびれた方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、初年度年会費無料キャンペーンの期間なんですけども、こちらねもう始まっておりまして、期限がですね2022年の3月の31日までということで、今ね2021年10月という風になりますんで、かなりね期間があるんですよね。ですのでキャンペーンね終了する前にね、また動画ねもう一度出そうかななんていう風に思っているんですけども、来年の3月までねキャンペーンやっているっていう風になりますんで、じっくりね検討してからね発行することができるっていった形になります。またですね、このセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードですね、海外旅行でね利用できるサービスもねちょこちょこありますので、今現時点ではですね、やはりね海外旅行ねまだ行ける状況ではないかなというふうに思いますので、まあキャンペーンがね来年3月ということで、まあそれまでにね目処がつきそうであればですね、発行していただくのもねかなりいいのではないのかなというふうに思います。でこちらですね、新規入会キャンペーンが一緒にね行われておりまして、こちらね初年度年会費無料キャンペーンと同時に、入会後翌々月末までにですね20万円以上の決済していただくと Amazon ギフト券がね1万2000分ねもらえるキャンペーンもやっているっていう風になりますんで、このキャンペーンね概要欄に載せておきますので、公式サイトからね申し込むと、もしかしたらねこちら違うキャンペーンが出てきてしまうかもしれませんので、もしねこの Amazon ギフト券ね狙いたいよっていう方はですね、概要欄にね URL 載せておきますので、そちらからね発行していただければなと思います。このクレジットカードはですね、セゾンのクレジットカードっていう風になりますんで、税金の支払いであったりスイカチャージ、またね au ペイチャージとかも全てねポイント対象っていう風になりますんで、20万円ね丸々利用先がない方はですね、このキャンペーン狙わない方がいいのかなと思うんですけども、まあこれからね年末年始とかもありますので、大きい買い物とかねある方はですね、ちょっと決済集めていただいて Amazon ギフト券ねぜひねゲットしていただければなという風に思います。という感じでね、新規入会キャンペーンになっておりまして、次にね、基本スペックなんですけども、ちょっと私の方でね、まとめさせていただきました。このセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードっていうのは、本来ね、年会費が2万円かかるクレジットカードっていう風になるんですよね。こちら税込みで2万2000円っていう風になるわけなんですけども、こちらはね、今回のキャンペーンで、初年度年会費無料でね、利用することができます。で、またですね、こちらのセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードのすごいいいところはですね、前年に200万円の決済をしていただくと、翌年ね1万円の割引が受けられるっていう風になりますんで、仮にね今年
発行していただいて、次のね更新まで200万円ね利用していただければですね、翌年の年会費が税込み1万1000でね維持できるクレジットカードっていう風になるんですよね。ですのでそれをねずっと繰り返していただければですね、こちらのクレジットカードねプラチナカードにもかかわらずですね、年会費ね1万1000円で維持することができるっていった形になるんですよね。で基本還元率が 0.5%、 貯まるポイントは永久不滅ポイントっていう風になります。でセゾンマイルクラブっていうね JAL マイルがねお得に貯まる制度があるんですけども、こちらね本来有料プログラムなんですけども、プラチナカードということでこちら無料で利用することができます。利用することはねできるんですけども、加入は必要っていった形になります。で JAL マイルの還元率がこちらセゾンマイルクラブを加入していただくと 1.125%、最大ですね 1.375% っていう風になります。またですね海外旅行保険がですねこちら利用付帯になっているわけなんですけども、結構充実しております。でこちらねビジネスカードということで手荷物宅配サービスはねプラチナカードなんですけどもないんですよね。で空港ラウンジに関してはプラチナカードということで利用することができます。またねプライオリティパスもね無料で発行することができて、年間ね何回でも利用できるプレステージ会員っていうのも利用することができます。今年のね頭の方にね結構話題になった ANA ラウンジね、今ねプライオリティパスで入れるようになっておりますけども、こちらもね利用することができます。またねタブレットプラスホテル特典ということで、こちらもね無料で利用することができて、無料でね利用することはできるんですけども加入が必要っていう風になります。でこのタブレットプラスホテル特典って何ですかっていう方もね中にいらっしゃるかと思うんですけども、このタブレットプラス特典っていうのはですね、タブレットプラスっていうね、まあ、サイトがありまして、まあ、こちら、まあ、優待プログラムみたいな感じでこちらを経由してね予約していただくと客室のアップグレードであったり朝食がついたりですね、こちらはホテルによってね特典変わるわけなんですけども、タブレットプラスで掲載されているホテルがですね利用することができるっていった形になるんですよね。こちらね朝食がついたりねアップグレードがついたりしますので、結構いいサービスではないのかなというふうに思うんですけども、まあ国内よりかはですねどっちかというと海外の方がね多いのかななんていうふうに思います。またね一級ダイヤモンドステータスが一度のみね利用することができます。でこちらねプラチナカードということでプラチナコンシェルジュがね利用することができます。やはりねこのコンシェルジュが利用できるっていうのは結構いいですよね。またねこれが年会費ね前年200万円利用していただければ1万1000円でね利用することができるっていうのもねかなりいいのではないのかなと思います。でですねセゾンポイントモール優待ということで JAL 国内線 JAL パックなどは還元率アップっていった形になります。これちょっとね後で解説させていただきます。で発行モードはクレディセゾンっていった形になります。ということでセゾンアメックスプラチナビジネスカードですね、やはりね年会費が前年ね200万円利用していただければ1万円の割引を受けられてですね、税込み1万1000円でプラチナカードがね保有することができるっていう点がねやはりねかなりすごいですよね。またね JAL マイルの還元率が通常でもセゾンマイルクラブ加入していただければですね 1.125% ということで、またね最大還元率は 1.375% ということで、このね違いに関してなんですけども、セゾンにはですねセゾンクラッセっていうスマートフォンアプリのねプログラムがありまして、こちらでですねスコアっていうのがね貯められるんですよね。でこのスコアをですね800から900ね貯めていただいて、クラスが6になるとですね永久不滅ポイントがね常時2倍っていう特典があるんですよね。こちらを考慮していただくと JAL マイルのね還元率は 1.375% までね引き上げることができるっていった形になってるんですよね。これねかなりすごいですよね。ですごいんですけども、このセゾンクラスでのねこのスコアの上げ方っていうのはですね、公式でもですねこうやったら最高スコアまで上げれますよみたいな、そういった話はね記載がないんですよね。ですのでまあメインカードにしていただいたりですね、このセゾンポータルっていうねアプリでこちらやるんですけども、このアプリをねよく開いていただいたりですね、このねペントス君っていうマスコットキャラクターがいるんですけども、彼の質問にねよく答えたりっていった形で、そういった感じでね利用していただくと、このセゾンクラッセのスコアっていうのはね上げることができるっていった形になっておりますので、まあ個人的にはですね、もし JAL マイルのねメインカードにされて最大還元率をね狙っていきたいっていう方はですね、できるだけ決済集めてね利用していただければなと思います。
それでは次にですね、セゾンポイントモールの超優待ということで、このセゾンのね、クレジットカードっていうのは、ちょっと前までですね、海外旅行保険が非常に充実しているクレジットカードだったんですよね。しかも自動付帯でね、利用することができるって形になっておりますんで、こちらもね、かなりおすすめのね、ポイントだったんですけども、今年のね、7月からだったかな、変わったんですよね。利用付帯にね、すべて変わってしまって、その代わりにですね、このセゾン超優待っていうのが、多分これ代わりにね、付帯したサービスだと思うんですけども、こんな感じになっておりまして、最大 10% 相当還元ということで、こちらね、プラチナカードだと、この 10% 還元がね、受けられるっていった形になってるんですよね。でですね、セゾンポイントモールを経由していただいて、JAL の国内線航空券1万円決済した場合ね、こんな感じになるんですよね。一応セゾンマイルクラブ未加入の場合と、加入の場合ね、記載させていただきましたけども、まあ基本的にね、加入されると思いますので、こちらね、加入で考えていただくと、一番下の段ね、見ていただきたいんですけども、還元率はね、11% 還元ということで、JAL マイルの還元率でね、6.3% なんですよね。1万円の航空券ね、購入していただければ、630マイルが貯まるっていう計算になりますんで、かなりすごいですよね。まあちょっとね、この計算、マジ超わかりづらくて、何回も計算し直して、合ってるかどうかはね、この前にね、この詳しい動画作ったんですけども、セゾンの方にね、確認していて、間違ってませんっていうのをね、教えていただいて、本当にね、永久不滅ポイントね、1ポイント5円換算ね、本当にどうにかならないんですかね。まあちょっとその話はどうでもいいんですけども、まあ一応ね、このセゾンポイントモールで、セゾンアメックスプラチナビジネスで、JAL の国内線航空券1万円決済した場合はですね、JAL マイルの還元率ね、6.3% 還元っていう風になりますんで、もしね、このカード発行したらですね、ぜひね、セゾンポイントモールね、覚えておいていただきたいなというふうに思います。ということで、今回ですね、セゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードね、初年度年会費無料キャンペーンということで、解説ね、させていただきましたけども、最近ね、このセゾンアメックスプラチナビジネスね、初年度年会費無料キャンペーンね、かなりやっておりますよね。今回もね、期間がかなり長いっていう風になりますんで、じっくりね、検討していただいて発行することができますよね。JAL マイルをメインでね、貯められている方はですね、この機会にね、ぜひ発行してみていただければなと思います。やはりね、年会費はね、初年度だけでもね、かからない方がね、いいですよね。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、モンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。